歌舞伎の演目にはまあ、こういう華やかな綺麗な踊り、これは舞踏劇ですね。こういう地味な世話物というか、あの物語系の、これはあの言葉も現代調ですね。こういうのもあれば、こういう武家のものもある。これは踊り。あ、こっちです。これ踊りですね。そしてこういうスケロクなんていう華やかな演目もあります。で、まあいろんな演目がある中で、もう必ずどれにも、あの黒ミス音楽っていうのがあるんですね。で、歌舞伎はミュージカルです。例えば本当のミュージカルみたいに、一曲、名曲を歌うなんていうことはないんですけども、バックに常に音楽が流れています。で、今、あの、歌舞伎がちょっと今上演できなくなっちゃってるので、無料で舞台中継とかやってるのを見てるときに、まあちょっとストーリーを早く流すのに、2倍速にして、それでちょうどセリフが普通のスピードぐらいなんですね。ですから、歌舞伎が普通にセリフとして、私が舞台で聞いてるときのリズムって、本当今の生活の用語の倍ぐらい、倍なんだなと。で、なぜそれがおかしくないかっていうと、その音楽に乗って歌ってるからなんですね。下座音楽、黒ミス音楽っていうのは、歌舞伎座の下手、だから向かって左側の、網の左側にそういう弾くとこがありまして、そこで弾いています。こんな感じですね。はい。で、こちらはですね、本当に素晴らしい本なんですけども、ちょっと取りますが、歌舞伎座の下座音楽ということで、この鼓の、成物さんの望月大之助さんもちょっとお亡くなりになっている方ですけども、こちらの方が書かれました。で、非常に貴重なもので、そういう歌舞伎の、その、バックの演目の、どういう芝居にどういう音楽をつけるかっていうことが、こと細かに書かれています。だから本当に文化を残そうとして作られたものですね。で、それをやっていた方が、時々書いてたのをまとめたということでした。こういう方ですね。素敵ですよね。でも全ての芝居に精通してるし、音楽にも精通してるっていうことです。下座音楽っていうのは、長唄の人が昔から担当してるんですね。で、その、歌舞伎っていうのは、長唄とともに、発展したもので、歌舞伎と長唄は切っても切れない関係にあるんですが、その表に勧進帳の踊りみたいに後ろにザーッと並んで弾く人もいれば、こういうさっきみたいにこのミスの中で弾いてる人がいるんですね。下手にいたから下座音楽だとか言われてますけども。で、だから三味線と歌といわゆる鼓とかは当たり前なんですが、こういういろんな楽器があります。大きい太鼓とか金物とか。で、その時の情景を出してるんですね。で、まあ、歌舞伎愛好家である私はそれを自然に聞いてるんです。だから歌舞伎に行くと落ち着くのはやっぱりそう音楽が常に流れているからなんですね。で、私はこの下座音楽に、こういう本があるって知ったもののきっかけはですね、この本からです。この本を見たことで、下座音楽っていうのが楽譜になってるってことを知ったんですね。で、これをどこで手に入れたかと言いますと、実はこれ祖母の遺品なんですね。まあ祖母は、数年前に、まあ100歳以上になって大往生で亡くなったんですけども、やっぱり三味線を趣味としていて、私が子供の時からそこで三味線を触ったりしてました。で、それでもう三味線もらう人いませんので、私が全部、もらって片付けたりしたんですが、その中に楽譜、今も私が使っているような人気のある曲ですね。勧進帳だ、あやめい方だ。そういう当たり前の曲に混じってこれがあったんです。他の楽譜は全部綺麗なのに、これはボロボロっていうのがなぜかっていうと、これは、昭和24年に初版で、これ自身が26年のものなんですね。だからまだ戦後で、まだ大変だったその祖母も、母や何やら家族を育てていて、大変な時期だったと思うんですけども、なぜこれ持ってんのかなと。で、娘時代に三味線は習ってるから別に手ほどきなんかしなくていいんですが、なんでしょう、なんか心の潤いとでも言いましょうか。何かあったんでしょうね。これいくらだったのかな ?100?110円?120円か。かなんかで、今これ探してもないです。で、昭和の時代とかにこのリニューアルされたものは
あるようなんですけど、ちょっと私は中見てないので、同じかどうかわかんないです。で、これを見ていて気がついたのが、あ、曲がまあたくさん載ってるからと思って見てたんですけど、そうするとこういう芝居林っていうのが載ってたんですね。で、え？と思って、ちょっと自分で弾いてみたら、あれこれ聞いたことあるなと。歌舞伎で聞いたぞということで、これは面白いと思ったんです。あと他にも2つぐらい載ってます。この、千鳥の相方とかね。本調子の相方とか。まあ、あとはもう普通の、長唄の一部だったりするので、あ、こういうのがやっぱり載ってたんだなということなんですけど、それでこの下座音楽、この芝居相方っていうのが弾けたら、すごい楽しいなって思ったんですね。やっぱコンパクトに、その、印象がわかるようになってるし、私自体が三味線も弾けるし、かつ舞台も大好きだし、で、それでよくね、舞台見て、あれこれ何の曲だったっけなと思って、こう、わかんなくてイライラすることあるんです。で、結局、下座音楽っていうのは、そういう長唄から撮ってるのもあるし、それ用に作ったのもあるっていうことなんですね。で、それで、まあ、そっからネットでいろいろ調べていったときに、芝居相方って楽譜ないかなとか、なんか書いてるのないかなっていうときに、先ほどの本に行き着いたんですね。この CD も買いました。これはこの、この大之助さんが出ている、こういう下座音楽集で、これはビクターから出てるのかな？その時になんか出した時にも賞をもらってますけども、ここにあるのが全部あるわけじゃないんですけども、いろいろ、曲のことが説明が書いてあってすごく面白いんですよ。ああ、これ立ち回りの時確かに聞いたなとか、弾くときに三下がりだとか本調子だとか三味線のことがちょっと書いてあったりとか、歌入りの歌の歌詞があったりとかで、まあ少なくとも三味線が中心なものだったら耳こびでできるんじゃないかなと思って、今自分が弾けそうで、なんとなく手が分かりそうなものっていうのを拾ってます。さっきの楽譜にあったのを今日弾いてるんですけど、中の前の相方っていうんです。で、これどこいうシーンで使ってたかなと思ったら、こちらを見ると、御殿なんかで、こう、偉い人が出てくるときに使うと。それで聞くと、こう、鼓がポーンって入って、とてもこう、優雅な感じ。で、出てきて、こう、しずしず歩いてる感じがわかるんですね。で、結局その昭和26年とかっていうのは、やっぱり芝居のこういう相方とかいうのを聞いたことある人がいっぱいいて、その芝居相方というのができて、出てきたときに、スッと、まあ耳に馴染んでるから聞けるっていうんですか、そういう時代だったんだなっていうのを感じました。で、まあそれ以来古本屋とかでいろいろ楽譜探してるんですけど、この昭和26年、24年度6年度なくて、本当によく祖母が撮ってくれていたなと思います。これがきっかけで、あ、こういうのを弾いて動画で出していったらどうかなと思ったのも、この三味線動画を作ろうと思った大きなきっかけなんですね。だから祖母がいる時に気づいておけば、どうしてこれをそんな昭和26年なんてまだまだ生活が大変だった時に買ったのか聞けたのになっていうので、とても今残念に思ってます。でもまず1曲ですけど、あと2つはあるし、まあコツコツ弾いていきたいと思っています。これもちろん今本屋で売ってませんので、ネットで古本屋さんで買いました。これもネットで買えますね。で、これが、2800円で、これ5000円ぐらいだったのかな。でも中身が充実してますので、まあ、芝居とか興味ある人、もしくは楽器習ってる方は一度聞きになると面白いと思います。ね、おすすめですよ。ちょっとずつ聞いてると耳に馴染んできて、本当に今までその芝居見ていてこれいい曲だなと思ったりとか、後で弾いてみたいと思ったりすることあったんですけど、これからそれがチャレンジできると思うととても楽しいです。